やったやったやった、万歳あ、気持ちいいですね、本当にこうやって出てくるんですよ。うわー、かわいいこれがですね、1950年式ポンティアックのはいチーフエイク、ポンティアックのチーフエンジェル、チーフエイクです、チーフエイクですね、チーフエイク、はい、州長、あのチーフ州長、おお、横顔になってるんですね。すごい嫌な車ですね。すごい、嬉しい。あ、これいいな。実は山形の、はい、僕、ふるさと山形県なんですけど、はい、山形ってこう、上から見たら、あの、人が横、あ、左向いた横顔になってるんですよ。はい。あ、これ。あ、なんか山形県山形県思い出す。あの、郷愁の念が、ここら辺がじゃあ米沢辺りです。いいですね、そうなんですよ、米沢牛の米沢牛、この米沢さすが、カニさん、うわ、冷たいな、米沢牛このポンティアックのチーフエイト、山形バージョン、ここでタイルで作ってもらうことも可能ですよね。可能です、可能です。山形のあの形を、はぁ、しかしすごい、これ何年式なんですか。1950年式ですね。50年式ですね。もう50年、70年、3年前、信じられないな、信じられないですね。昭和25年生です。うわ、昭和25年にもうすでにこれが作られて走っていった。これだけ人気者ってか、アメリカでも当時っていうのはどうなんでしょうね、どれだけの台数が走ったか、ね、注目の的だったのかな。そうですね、このモデル、はい、ありがとうございます。わ、非常に大きい爽やかな雰囲気、うわすごい、やったやったやった、万歳。うわすごい、73年前にフルオートオープンカーということなんですね。自動で昭和25年にもこういう自動で会計できる頃がもう設置されていた。はい、戦争が終わって5年後ですよ。いやすごいですね。で、じゃあこのポンティアックのチーフエイトっていうのはこの最上級モデル、まあ一般式の大衆車ではあるんですけど、これが大衆車、はあ、すごいな。後ろも来たかも。やっぱあのボリュームがあるんですね。じゃあヒップラインっていうのはものすごい、だからあのベティちゃんじゃないですけども、そうですね、ものすごいこうグッとこうやっぱりこう凹凸っていうかこう張りがあるところ、こう膨らみと、だからこのフェンダーのこのラインと全部この丸みのたおやかさが全部融合されているという、たまらないですね。たまらないですね。あのエンジンがですね、これがすごい珍しいエンジン、珍しいエンジン、これだけこう膨らみがあるってことはどういうエンジンが入ってるのか。実はですね、V8 ではなくて地下8というですね、地下8、はい、一直線に並んでる、8キロと1キロが一直線に並んでるんですよ。直列ってことなんですね。地下8ってやつですね。うわすっげえ、はあ、だからその当時この地下8ってのは珍しいんですか。そうですね、はい、なんか直列6気筒とかだと日産のあのずっと L 型の、そうですね、ね、あのイメージ、それが最初の命名ですよ。でも最初の一番最初の、すげえな。何 cc なんですかね。これですね、4.7リッター。すげえな。はい、うわあ。じゃあ、ちょっとこの大きなエンジンを積んでるからこそこのボンネットの膨らみもあってデザインされてるわけですね。ね、またさっきのこの古い車の匂いですね、この独特のオイルの匂いというかたまらないですよね。あ、気持ちいいですね、本当に。最高ですね。最高だな。カニさん、はい、これもうつまりこれは昔はこのフロントガラスもセンターにピラーがあって、はいはい、スピットウィンドウってやつですね。これはまだやっぱり
あえてこうだったんですか、それともその難しかったんですかね。ああ、多分中にピラを入れないと。おそらくそうでしょうね。強度とかも、あと飛び石とかもあったと思うんで、この場合ですと多分合理的ですからアメリカ、飛び石とかって割れてもこっち側だけで済むとか、半分だけ変えたりとか、全部やるとやっぱりコストかかりますし、そういうのもちゃんと、あと舗装されてない道路とかもアメリカあったと思うんで、まだ少しはね、飛び石で割れちゃう。スプリットウィンドウってことなんだと思うんですよね。スプリットウィンドウっていうのは分かった、これノーマルの車高ですか。そうですね、はい、これなるほどね、やっぱタバコ、タバコが入るのか、そう、車高だけどね、アンボルギーに入んないですもんね、入んないですもんね、これがオリジナルドですね。これタイヤってこれ、ね、こういうのってホワイトリボンって言うんですか。そうですね、ホワイトリボンですね。こういうのはもう手に入るんですか。はい、入りますね、あ、今も、今もそういった、これはもう、今作っているタイヤメーカーの中でもこういうタイヤがあるんですか。そうですね、あるとこもあるんですけど、貼り付けて人がやってますね。あ、この白い部分は可愛、はい、いですよね、これだけでもドレスアップっていうか楽しいですよね。ねえ、やっぱり収まってるこうタイヤ自体が気持ちよさそうな感じですね。この空間が全然距離があって、これ後部座席に乗るときっていうのは、この前を倒して、はい、そうですね、ここはでですね、これがですね、このここなんですね、可愛いとここなんですよ、見ててください、はい、こうやって出てくるんです。うわー可愛いやばい、うわー、こうやって出てくるんですよ。すごい、この、なんていうんですかね、ひょっこりひょうたん島じゃないですけど、ねえ、ほんとだ、ひょうたん島、なんか扇がこうね、出るような、かわいいですね、これ、ね、こういう風に収納されて、手で巻いて、かわいい方が、ほんとに、またさっきの、灰皿が、灰皿があって、ごめんなさい、ゆっくりできますよって。亀井さん、はい、最大に乗ってみてもいいですか。どうぞ乗ってください、はい、でこれどうぞ乗ってください。どういう風にあれやってるの。シートバックしっかりとしたシート、はい、うわー広いな。宇藤さん似合いますね。いや似合いますね。俺とかもさっきも似合いますよ、ね、こんだけコンコン君が似合うかなって、なかなかいらっしゃいません。いや、似合いますね。亀さんが一番似合うんですよ。本当に亀さん、じゃあ横に乗っていただけますか。分かった、はい、数字も可愛いですね。そうですね、これのスピーカー、ラジオのスピーカーと時計がセンターに乗ってるんですか。そうですね、はい、これ実際動くわけです。動きました、はい。さっきのサンダーバードもそうですけど、ジュアルのなんかもう、なんていうか、破壊力が抜群ですよね。いやー、すごいな。どうぞ、乗ってるだけで癒されるもんな。こちらは、これがですね、もう、そんなお店になってしまう。あ、じゃあもうこれ納車する予定がもうあって、特別に、ね、出て、今日は取材させていただきます。オーナーさん、ありがとうございます。すいません。じゃあその購入されたオーナーさんが、このコンティアックで、東京、いや、また東京からもいろいろ行ける。うわぁ、羨ましいですね。このオーナーさんも、工藤さんが乗ったぜって言っても、多分みんな見えるんじゃないですか。俺乗っちゃって言っても全然何の数もないですから。いや、最高ですね、ありがとうございます。すいません。キャイーグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。